ブルオのプロ野球ニュース。筒香選手はプロ野球選手にならなかったら何になっていた？てか沖縄どころか中野のパチンコ屋にも行けないほど忙しいブルオです。てなわけで忙しいブルオに代わって野球記者の皆さんがプロ野球選手にならなかったら何になっていましたかって質問を選手の皆さんにしてくれました。まず聞いたのは DeNA 筒香選手。実家がやっていたのでガソリンスタンドの店員ですかね。筒香選手ってこんな声なんでしょうか。てかモノマネでやる必要あんの。てかやっぱり周囲で商売をやってると影響を受けますよね。例えばソフトバンク武田投手。畳屋さんですかね。親類が経営する畳屋を手伝っていましたし、やり方はわかりますよ。畳を編むことができるんだね。すごいですね。ドカベンのじっちゃんみたいだね。てかドカベン山田太郎が入団した西武ライオンズ、その西武の高木隼人投手は、旅人になりたいです。いろんな国のことを知りたいし、いろんな言葉を喋りたい。野球をやめたら絶対になります。じじじかっけえな。てか旅といえば海、ヤクルト大下投手はドラマビーチボーイズでマイク真木さんが演じる役に憧れて民宿のオーナーになってたかっさ。いやー広末涼子ちゃん可愛かったな。てか最後は巨人阿部選手。ペットショップかな。小さい時におばあちゃんの家にチワワが5匹、実家にゴールデンレトリバー、今は豆柴を飼いたいよね。豆柴ってうん十万円するんですって奥様。ブロさんの稼ぎじゃとて無理ざましょう。